どうも故郷恋よです。明日から尿知るずということで、今回は阪神のここが強い。もうカープが負けちゃったんでね、あとは阪神を応援するしかないということで、日本シリーズ終了まで、あれのあれを達成するまで、皆さんお付き合いお願いします。一緒に応援してあれのあれ。まずは野手編、一番の近本、出塁率は3割7分9厘でセリーグ3位、盗塁は28でセリーグトップと、しっかりと一番の仕事をした上で、得点圏打率は3割7分4厘とリーグトップの成績。これも12球団1の一番打者、最強の一番打者近本浩二。中でもランナー三塁と満塁の打率は5割、一三塁においては10打数のなんだ7割。満塁男は木浪だけじゃないぞと、近本も満塁に強いぞと、満塁での一発が見たいね。京セラ打率も3割2分3厘、得点圏においては3割7分5厘と得意にしてる浩二くん。近本はホームラン7本中7本すべてランナーなしの状態で打っているというね、走者がいない状態で近本を迎えた時、ランナー出したらちょっと足早いしな、厄介だなと思って甘く入ったらバチコーン行っちゃうからね。いや、バチコーン行かしてくれ。切り開け勝利への道、燃えろ近本。続いては最多安打男、中野拓夢。盗塁の数は20盗塁でセリーグ2位、送りバントの数は21でこれセリーグトップというね、しっかりと2番の活躍をした上での、積み上げたヒットの数は164本で牧と並んで最多安打。すっぱらしいも最高の2番バッターだよ。さらに満塁打率は近本と並ぶ5割と、おお、木浪だけじゃない、近本だけじゃなかったね。京セラ打率も3割5分5厘、得点圏に至っては4割2分9厘と、近本に続いて大得意にしている京セラドーム。強い気持ちで勝利を目指してくれ。打て、走れ、中野拓夢。続いてはルーキーじゃない男、森下。今シーズン6月まであんま調子良くなかったんだけども、7月はホームラン3本、8月ホームラン3本、9月はホームラン4本と、もう3ヶ月で10本、ルーキーじゃないって。さらにここその場面で打つのが森下。この10本中6本が同点の場面で生まれた勝ち越しホームランと、で、その他のあと3本もね、3点差以内で生み出されたホームラン、本当に大事なところで打ってくれる。クライマックスシリーズの初戦でもカープが1対0でリードしてる中での同点ホームラン、あれは痺れたね。さらに森下は初球からガンガン行くタイプで、初球打率は3割1分。京セラドームの打率も3割ということでね、ルーキーじゃない森下、日本シリーズでも暴れちゃってちょうだい。豪快なパワーで夢をつかめ、渾身のフルスイングでかけろ森下。続いては最高出塁男、大山祐介。京セラドームでの打率は3割8分9厘。で、2球目までの打率は4割3分7厘とね。初球2球目の甘いボール来たら見逃さないよ。さらに終盤に強いのも大山の特徴。8回打率は3割1分1厘。9回の打率においては3割9分5厘と。このカープ戦でもね、栗林が9回にツーベース打たれて、そっから木浪のサヨナラでやられたからね、本当に終盤に強い。で、延長打率も3割8厘というね、延長でもかかってこいぞと、あ、そういう4番の大山ですよ。偶然と振りかぶってバットに我らの夢を乗せてくれ。スタンドへ弾き返せ、栄光をつかむその日よ。
こいい。続いては後半戦首位打者男アイブラックにいっちゃってる。今シーズンホームランは24本でセリーグ4位、ホーム球場が甲子園なのに24本で、打点も92打点で、これセリーグ3位とも大卒3年目と思えない活躍だね、兄ちゃん。さらに9月10月の月間 MVP 36安打はリーグトップ、ホームラン9本もリーグトップという、今ノリに乗ってるてる。京セラドーム打率は3割1分、オリックス戦においても3割7分5厘といいデータが揃っていて、さらに対右ピッチャーは2割4分7厘だけど、対左ピッチャーに対しては3割というね。投げる5投手のうち3投手、この宮城と山崎福也と田島、3投手が左ピッチャーなんで、これ日本シリーズ鍵を握るのはてるかもしれない。突き進め、さあ行け、勝利に向かえ、振り抜け、輝け、打て、てるわけ。続いてはチャンスに強い男シェルドン。 CS では第2戦に同点タイムリー、第3戦にも同点タイムリーというね、本当にいいところで打ってる男。東セラ打率は3割3分3厘、得点圏でも3割、オリックス戦でも3割とよーく打ってる。さらに6番での得点圏は3割6分1厘で、ランナー3塁の状態に一番強く5割3分3厘のデータを誇ってる男。ゴーダ炸裂しろ、飛ばせシルド、ゴートゥービクトリー。続いては CS 第3戦2打点の活躍、坂本誠二郎。京セラ打率3割5分3厘、得点圏に至っては3割並ぶ5厘。1、3塁の打率も6割というね、カープ戦でも1、3塁の坂本にやられてるから、また同じ局面来たら打ってくれるでしょう。打ってくれ。さらに右ピッチャー2割1分、左ピッチャーに対しては2割7分4厘と、この左キラー、うちの床田も坂本誠志郎にやられてるからね、テルと同じく坂本誠志郎にも注目。狙いを定めろ、強気で攻めろ、お前の時代を築け、さあぶち込ませ。続いては恐怖の8番打者木浪聖也。得点圏打率は3割1分でリーグ5位、8番なのにリーグ5位、そして満塁男でもある。満塁打率は4割4分4厘と、 CS 第2戦では満塁の場面でサヨナラタイムリーを打っている、アゲアゲの木浪。京セラ打率は3割3分3厘、得点圏に至ったら4割と、で、木浪初球の打率は5割。初球からガンガン行く満塁男、木浪にやってもらいたいなと思います。熱き心をスイングに乗せてくれ、遊撃浪、勝利を目指せ。続いては指名打者あるぞ、ダーン。今シーズン打率は3割4分7厘、得点圏に至ったは3割7分5厘と、しっかり結果を残してる男。さらに京セラでも3割3分3厘、終盤においては3割8分5厘と結果を残してる。大山と共に結果を残してる。終盤ここ1番でのダンの打席、これ注目です。ガッ飛ばせダン。以上が野手編ということでね、もうとにかく京セラに強い、今挙げた9人の野手全員京セラ打率3割超えということでね、明日明後日京セラドームで2連勝してほしいなと思います。続いては投手陣。まず先発ローテーション、1戦目が村上頌樹、西勇輝、伊藤将司、佐伯、大竹耕太郎、青柳、そして最後が村上頌樹と、こう予想されてます。第2戦伊藤将司で、第3戦大竹かなと思ったんですけどね、
さっき挙げたオリックスの動画でも分かる通り、ちょっと左ピッチャーに得意な選手がオリックスには多かった。あとは西が終盤好調だったっていうのもあって、2戦目西勇気を入れ込んだんじゃないのかなと思います。ということでね、まずは1戦目、水星のごとく現れた最優秀防御率男、村上頌樹。今シーズンは10勝6敗、防御率は 1.75。QS 率は 85.7%。WIP は 0.74。まあ、防御率はリーグ1位で、で、この WIP はなんと NPB 歴代2位の数字と、ああ、本当に考えられないよ。去年までの登板をわずかに2試合。やっぱり考えられないね。CS ではあんまり調子は良くなかったものの、6回を被安打3、1失点というね、素晴らしいピッチングを見せてくれた、見せつけられました。京セラでの登板は今シーズン2試合で 2QS、防御率は 1.13 と、これまた相性のいい。オリックス戦も登板してて、8回投げて被安打4、自責点1と、おー、好投を見せつけているという。で、この中ではね、その自責点1がゴンザレスのホームランなんでね、明日はゴンザレスには気をつけてほしいなと思います。続いては第2戦、西勇気。今シーズンは8勝5敗で、オリックス戦にも投げていて、6回投げて被安打5、2失点で勝ち投手になってるんでね、いいイメージの中で日本シリーズ投げられるんじゃないのかなと思います。さらに8月22日に昇格してからというもの、5試合投げて防御率なんと 1.01 と、ああ、もう調子は上向き絶好調状態なんでね、いいピッチング期待してます。続いては絶対試合作るマン、伊藤将司。今シーズンは10勝5敗で、防御率は 2.39。QS 率は 85.7 でリーグ2位。WIP は 0.96 でリーグ3位という、もう安定感抜群のピッチャー。3戦目が行われる甲子園でも今シーズンは9試合投げて 9QS、防御率は 2.10 と素晴らしいピッチング。CS でも7回を投げて調子が悪かったにもかかわらず1失点というね、さすがの安定したピッチング。粘りのピッチング見せつけられたんで、日本シリーズでもネバネバでお願いします。続いて、では、佐伯。今シーズンは8勝5敗、防御率は 1.82。 9月6日に昇格してから3試合に先発して、6回無失点、7回1失点、10回無失点と完璧なピッチングを見せてくれてる。さらに甲子園でも8試合投げて4勝1敗、防御率は 1.33 と、ああ、またデータ通りのピッチングを見せてほしいなと思います。続いて5戦目は負けない男、大竹耕太郎。今シーズンは12勝2敗、防御率は 2.26。甲子園でも12試合投げて5勝1敗、2.28 というね、とにかく負けない男、第5戦。CS はちょっと緊張があったみたいでね、あんまり思ったようなピッチングできなかったって言ってたんで、その悔しさを日本シリーズに晴らしてほしいなと思います。続いて6戦目が青柳。今シーズンは8勝。防御率は4点台ながらも、驚異的な援護率 5.02 という数字。この日本シリーズでもたくさん援護してほしいなと思います。フェニックスリーグでは7回投げて被安打4、2失点でね、マウンド降りていると。ただね、この試合でまあホームランを、ツーランホームラン打たれちゃってて、そのあたり少し心配ですけど、まあ、やっぱり援護してくれんでね、青柳投げるときは、その安に期待してます。ということでね、以上が投手陣でした。まあ、先発だけでも盤石だけれども、これに続いてリーグトップの防御率を誇ってる中杉陣も控えてるからね。投手戦、CS と同じく投手戦になるんじゃないのかなと思います。で、日本
本シリーズ初戦が村上頌樹対山本由伸。京セラ得点圏3割並ぶ5厘、土曜得点圏6割3分6厘の得点圏の鬼、近本に期待しつつ、京セラ得点圏4割2分9厘、村上が投げる試合では3割2分2厘の最多安打男中野に期待しつつ、京セラ打率3割、土曜得点圏3割3分3厘のルーキーじゃない男森下に期待しつつ、京セラ打率3割8分9厘、CS 出塁率3割6分4厘の最高出塁率男大山に期待しつつ、京セラ打率3割1分、対オリックス3割並ぶ5厘のアイブラック兄ちゃんテルに期待しつつ、京セラ打率3割8厘、6番での得点圏は3割6分1厘のシェルドンに期待しつつ、対山本由伸3打数の2安打、6割6分7厘、京セラ得点圏は3割並ぶ5厘の坂本選手に期待しつつ、京セラ打率3割3分3厘、得点圏4割の京区の8番木浪に期待しつつ、京セラ打率3割3分3厘、村上登板時は5割1分7厘のダーに期待しつつ、村上先発時3割並ぶ5厘の左の切り札糸原に期待しつつ、今シーズン10勝6敗、防御率 1.75 で最優秀防御率、ウィップは 0.74 で NPB 歴代2位、京セラでは2試合投げて2球です。防御率も 1.9 の村上頌樹に期待しつつ、阪神の勝利を祈って応援したいなと思います。ということで明日は神奈川の自宅から熱い声援を送ります。なんとか勝ってくれタイガース。以上、ご強恋よでした。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。